どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。いや頑張っていきたいんですけれども、からのいやだから漫才頑張っていくんですよ。どうしたんですか急に。結構やらかすんですけど、からのって言ったらそのやらかしがチャラになるんじゃないかなと思って、ちょっとシミュレーションを考えてきたんで見てもらってもいいですか。あそうなんですか。じゃあなんかせっかく考えてきたならちょっと見せてくださいよ。あ海外旅行楽しかったな。よし久しぶりの出社頑張るぞ。部長おはようございます。おい太郎くん、君どういうことだよ。えどういうことって何ですか。いや君20日連続無断欠勤しただろ。どういうことだ。あすいません、ちょっと海外旅行行ってきました。これお土産です。お土産なんていらんよ。もう君はクビだ。もう来なくていいよ。からのだから荷物まとめてきなさい。もうクビだから明日から来なくていいから。からのだから書類ちゃんと全部記入して郵送しなさい。そうしないと次の職場で困るからね。からのいやもうないよ。からのだからもうないって。からのいやだからもうないって。もう帰りなさい。そして君はクビ。明日からもう来なくていいから。翌日部長おはようございます。太郎くん、なんで君来たんだ。クビだよ君。もう来なくていいよ。帰っていいよ。からのだからないって。もう帰りなさい。クビなんだからもう来んな。からのだからもうないから帰りなさい。3ヶ月後、部長おはようございます。太郎くん、君クビになってから3ヶ月目だがまだ来てるな。なんでだ。からの分かったよ。もう君のそのなんていうの、粘り強さっていうの、もうやられたよ僕は。分かった、じゃあ首は撤回する。君はこれからもこの会社で頑張ってくれ。やったね。いやなるわけねえだろ。そんなからので全部解決するわけないから、もうからのって何でも解決しようってのやめた方がいいですって。からのいやいい加減にしろ。もうええわ。どうも明日。